ただいまから予算委員会を開会いたします。令和5年度補正予算2案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は締めくくり質疑を57分行うこととし、各会派への割り当て時間は、自由民主党4分、立憲民主・社民22分、公明党7分、日本維新の会11分、国民民主党新緑風会5分、 日本共産党5分、令和新選組3分、質疑順位につきましては、お手元の通告表のとおりでございます。令和5年度一般会計補正予算第1号、令和5年度特別会計補正予算、特第1号、以上2案を一括して議題とし、これより締めくくり質疑に入ります。足立正史君。委員長。自由民主党の安達正志です。 本日は質問の機会をいいただきありがとうございます今回の補正予算では、持続的賃上げが大きな柱となっていますが、昨日の質疑で山本加奈委員、梅村聡委員が指摘されたように、公的価格で規定されている医療・介護分野では賃上げが進んでいません。私も介護・障害を担う社会福祉法人の方々から、賃金格差で人材流出が止まらず、人材が確保できないという悲痛な声を多数聞いており、 制度の根幹を揺るがす危機的状況にあると思いますので、重ねてこの問題を取り上げさせていただきます。今回、介護職員等処遇改善581億円によって、6000アップということになりますが、2022年の全産業平均と介護職員の月,月収格差6.8万円は、今年の春闘で全産業平均が3.58%賃上げされたことにより、拡大しており、 今回の円がが加わっってても昨年より差は広がっています直近では介護従事者は1.6%の離職超過となっており、有効求人倍率も全産業平均の3倍以上で高止まりしています。経営的にも介護施設サービスでは、物価高騰で1施設当たり900万円以上のコスト増となっており収支、収支差率は、 補助金を入れててもほぼゼロにままで低下しています障害分野では収支差率が改善していますが、人材が確保できず、給与費総額が減少し、収支差率が改善しているという状況です。赤字法人の割合は5割に達しており、介護事業者の倒産廃業も急増しています。高齢者福祉、介護、障害を担う社会福祉法人の持続性は危機に瀕しています。 高齢者福祉、介護施設の持続性が危機的状況にあることに対して、根本的な対応、大幅な処遇改善が必要だと思いますが、岸田総理、いかがお考えでしょうか岸田内閣総理大臣あの。ご指摘の介護分野においては、えー、入所施設を中心に厳しい経営状況が明らかになっています。 現下の高熱費等の高騰、また賃上げの動向、こうしたことを踏まえれば、物価高騰や賃上げへの対応は重要な課題であると認識をしております。このため、ご指摘のように、今般の補正予算案においては、介護職等の収入を引き上げるための措置、また重点支援交付金の追加、こういった政策を盛り込んだところですが、その上で、 まあ令和9年度のまあ報酬改定においては、今般の経済対策補正予算案における物価高騰やえ賃金上昇への対応を踏まえつつ、ご指摘のように、介護施設が処遇改善を行いながら、経営をまあ継続できるよう、必要な対応について検討を深めたいと考えております足立正史君、はい。えー、高齢者 障害者福祉施設サービスは重要な社会インフラであり、今後、後期高齢者が急増する中で、受け入れ能力を高め、成長させていかなければいけない産業分野です。財政負担を考慮する中で、福祉の持続性をどう図るかという大問題に早急に根本的検討を加える必要があると思います。それと同時ににやはり足元での賃金格差による人材流出 介護崩壊を阻止することとも極めて重要だと思いますまたただいま、えー、総理からお話がありました重点交付金については、自治体によってやはり使い方に相当ばらつきがあるということがありますので、まあ、これについてはぜひですね、あの政府の方からまあ具体的にあの使い道について、いろんなサジェッションをしていただければというふうに思います、えー、何とぞよろししくお願いをいたします。 見、えー、厚労大臣にお尋ねいたします、えー、報酬改定については既、すでに昨日の質疑でだいぶ出ておりますので、一、えー、つ進みまして、人手不足の中で介護事業の効率化、生産性向上を進めていくためには、複数の施設を有する社会福祉法人の法人裁量の拡大や、IT 導入に伴う人員配置基準の見直しなどによって、法人の経営効率を高めていくことも重要です。 こうした取り組みを具体的にどのように支援し、進めていくのか、お尋ねいたします武見厚生労働大臣委員ご指摘のとおりですね、やはりその介護事業におけるその安定した人員の確保、そしてそのための賃金の引き上げといった問題は喫緊の課題であろうと。 そしてさらにその中でですね、えー、こうしたその介護に関わるデジタル化、さらには経営形態の共同化、あるいは大規模化、これも同時並行に行っていかなければならない、極めて大きな課題だというふうに認識をしております。でそこで、そのためにも事業経営の裁量の確保というのが重要でありますから、例えば介護分野ではこれまでの処遇改善措置において、法人の裁量により、 介護職以外の職種にも一定の処遇改善を行うことができるよう、柔軟な運用を認めることとしてきました。それから ICT を活用した経営の効率化を図るために、実証事業を通じて ICT 等の効果を確認できた場合に、人員配置基準を柔軟化することを含め、生産性向上に向けた取り組みの支援について、審議会で検討をしております。そして、実際にその介護に関わるロボットだけではなくて、 実際にその介護の工程表のシステム化であるとかさらにはそれぞれ専門領域の人材を配置するためのシステム管理とかこういったこともこれから徹底的に行っていくことが必要になりますで、そのためにも経営の共同化大規模化によりこの人材や資源を有効に活用していくこともこの業務の効率化の基本になります で今般の補正予算では、社会福祉連携推進法人制度を活用いたしまして、社会福祉法人が経営基盤の強化や、経営の効率化に取り組むことができるよう、その設立を一層促進するための支援、それから介護分野において、備品の共同購入による経費削減や、共合同での人材育成など、事業者が共同して行う職場環境改善の取り組みへの支援、こういったことを盛り込んでおります。 で今後も引き続き、こうした経営の効率化向上に向けた支援を進めていきたいと思います田雅史君ただいま、武見厚労大臣からです、ね、まあ、具体的な、えー、取り組みについてご説明をいただきました。あのそれを進める上ではでは、ね、やはり個々の施設ではなかなかできない、まあ、こういったところをです、ね、国がまあしっかりと支援をして、そして事例を作っていく、これが非常に大事だと思います。 また今、社会福祉法人の連携推進ということも進んでおりますけれども、こういった問題にもしっかり取り組んでいただいて、特に今、全産業でこれだけ人員不足が生じていますので、なんとかこの分野、しっかりエッセンシャルな分野ということで、支えていただきたいと思います。質質問を終終わりまます以上で足立正史君の質疑は終了いたしましたしし